日本ついに US2 でも協業との情報をキャッチしまいた。今回はこの US2 製造会社新明和工業とイギリスのアイラリス社の提携を詳しく見ていきますね。 F3 戦闘機開発に続きイギリスとの連携強化は日本も今までよりも本気になったのかもしれません。日本の技術は最高ですが、コックピット周りが全くダメなので、これで戦闘機開発で復活かな。救難飛行艇 US2 の製造企業として日本ではよく知られているのが新明和工業社だが、同社がイギリスの航空関連のベンチャー企業であるアイラリス社とが2023年3月15日に業務上の提携を結ぶことが判明し、大きな注目を集めている。すでにこの公表が行われた同月内に、日本の新明和工業社とイギリスのアイラリス社とは今回の提携に基づく動きを開始する予定とされており、航空機の設計から製造に至る一連の流れで協力を図ることとなる見込みだ。概要としては、今後の航空機開発に必須と考えられているデジタル手法を取り入れたエンジニアリング、そしてその過程をマネジメントしていくやり方を共に構築していくというのが今回の提携の内容のようだ。イギリスのアイラリス社はアイラリス高等ジェット練習機と呼ばれている航空機を手掛けている企業であり、同機は2015年に DART という呼称で世に送り出されたモジュール方式を取り入れた機体となっている。アイラリス高等ジェット練習機は基本操縦の練習用機体、基本ジェット機の練習用の機体、高等ジェット機の訓練用の機体からデモ用の機体、軽戦闘機、無人航空機等までパーツの組み替えで対応することが可能である。こうした複数の用途への対応をアイラリス高等ジェット練習機は、機関部、主翼、尾翼等の構成パーツを変更することで実施できるモジュラー方式を採用しており、航空業界では非常に高い関心を集めている。アイラリス高等ジェット練習機はモジュラー化されたパーツ以外では、基本のアビオニクス、制御システム、中核の胴体部などのおよそ 85% を共通化しており、非常に先進的な設計だと評価されている。こうしたモジュール方式と中心となるパーツの共通化を行うことで、アイラリス高等ジェット練習機は、使用者の用途に応じた高い汎用性と、その運用コストの低減が図れると目されており、画期的な機体と見さされている形だ。そのため、イギリス空軍は、傘下のラピッドケイパビリティーズオフィスを通して、アイラリス社に出資を行っており、2021年2月には、3年の開発契約も締結し、アイラリス高等ジェット練習機のさらなる進化を後押ししている。これに応える形で、2021年9月に、アイラリス社は、アイラリス高等ジェット練習機を無人航空機化した中で、さらに、戦闘機型や空中給油機型等の多様な形態への横展開を発表し、その拡張性の大きさを世に示した。こうしたアイラリス社の推進しているアイラリス高等ジェット練習機の開発の方向性は、関連企業において非常に高い評価を獲得しており、イギリスを代表するロールス・ロイス社も、同年同月に航空用の機関部の供給契約を結んでいる。アイラリス社への投資は、これらロールス・ロイス社などの同じイギリス国内の企業に止まらず、中東の産油国、カタールのバルザンホールディングス社も名を連ねており、1050万ポンド、約17億円弱の出資を得ている。これもあってか、アイラリス社は、2022年3月にカタールで行われた展示会で、アイラリス高等ジェット練習機の実物大模型2機を送り込んで展示しており、バルザンホールディングス社は、元より、
同国のシャイフ・タミーム・ビン・ハマド・アール・サーニー首長も姿を見せた。アイラリス社の将来性には軍需航空企業の大手も期待しているため、本国の BAE システムズ社、さらにはアメリカのボーイング社も出資を行っている状態であり、世界のジェット練習機市場に新たな潮流を巻き起こす可能性が高い。2023年現在、世界のジェット練習機市場では、韓国製の T50 が大きなシェアを築き、その継戦闘機版である FA50 とともに、アメリカ製の F-16 ファイティングファルコンの介護艦として、一定の評価を得られている。今後は、アイラリス社のアイラリス高等ジェット練習機が、そうした市場に食い込んでくるものと思われ、同機は、さらに、無人航空機としての拡張性も備えるため、西側諸国を中心に大きなシェアを獲得するのではないだろうか。今回は、日本の新明和工業社とイギリスのアイラリス社との提携という話題であったが、日本とイギリスといえば、そこにイタリアを加えた3カ国で、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムを行うことが、2022年、12月9日に正式発表されている。この GCAP、グローバルコンバットエアープログラムでも、数年前までであれば、こうした動きとなることを予期した関係者は少なく、従来通りのアメリカとの共同開発の線が濃厚であると、大多数が考えていただろう。日本が、太平洋戦争後に、アメリカ以外の国と兵器の共同開発を行うこと自体が初の取り組みであるため、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機の開発にも大きな注目が集まっていることは言うまでもない。ただし、日本の次期戦闘機開発に関して、今後のこうした戦闘機開発プロジェクトで必須となる随伴する無人航空機の開発においては、やはり、アメリカのロッキード・マーチン社が関わることが確実視されており、今後はまたクローズアップされるだろう。一方のイギリスにおいては、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムにおける次期戦闘機は、BAE システムズ社が統括するが、前述のように、同社は、アイラリス社への出資もすでに実施していることから、随伴する無人航空機にも、その関与が見込まれる。さて、日本の新明和工業はといえば、海上自衛隊が採用している大型の救難飛行艇 US-2 の製造元企業として、都都によく知られていると思うが、同社は太平洋戦争の敗戦までは、川西財閥の傘下の川西航空機として、軍用の航空機を手掛けていた。その当時の川西航空機は、日本海軍に対して、局地戦闘機として、巧妙な試電、および試電改めを製造しており、同機は太平洋戦争の戦局が日本に不利になっていく中で、日本の本土爆撃に飛来するアメリカ軍機に対抗する貴重な機体となった。ただし、川西航空機といえば、今の救難飛行艇 US-2 の源流ともなった通称、錦台艇、正式名称は、錦飛行艇を抜きに語ることはできず、1941年から1944年までに、総数167機が製造された同機は、レシプロエンジンの飛行艇として、世界一とも称されている。機体が大型であるにもかかわらず、4機のレシプロエンジンを搭載し、速度面に優れ、かつ、20ミリの旋回式機銃5門を固定武装に備えていた、錦飛行艇は、1942年3月には、2機で、ハワイへの空爆を行う計作戦にも使用された。この計作戦では、錦飛行艇は、大きな戦果を上げることはできなかったが、その航続性能を生かして実施された作戦となり、
アメリカをはじめとする連合国側の兵士たちからは、フォーミダブルお呼ばれ恐れられたという逸話が語り継がれている。その逸話を象徴するか、同様に、錦飛行艇は、1943年11月には、アメリカ軍の戦闘機 B-38 ライトニング3機と空中戦を行い、第1機を撃墜。また、後には、同軍の大型爆撃機の B-17 や B-25 を撃墜した、武勇伝も記録されている。こうした数々の逸話を残した不多式飛行艇だが、そこで培われたノウハウや技術が、今の救難飛行艇 US-2 へと、脈々と受け継がれており、同機は、2007年から、海上自衛隊での運用が行われているが、いかんせん、生産数は、これまでで、8機と少数に止まる。救難飛行艇 US-2 は、海上自衛隊に採用されているのみであり、そうした限定ゆえに、生産数が少ないことから、1機あたりの取得コストも、およそ100億円と高額であり、2011年以降は、海外への輸出にも力を入れているが、現時点で確定した取引はない。一時期は、救難飛行艇 US-2 は、輸出先として、インドに、輸出、ライセンス生産の総数15機という取引が、盛んに取り沙汰されたこともあったが、やはり、コストが高いことが、最大のネックとなったようで、その後の進展も聞かれなくなっている。空自が沖縄県北大東島大東村に3次元レーダーを配備するという情報が入ってきました。今回はこの航空自衛隊の配備計画について見ていきたいと思います。3次元レーダーを配備することで太平洋側の防衛強化が期待できるそうです。2022年8月23日、防衛省の沖縄防衛局の職員など関係者が、北大東寺、真野大東村を訪問しました。この島は、沖縄本島から約 360km 東方に位置しています。やってきた人々は、この地域の水道や道路等、インフラに関する現在の状況について確認作業を行いました。これまでに、大東村には、防衛省の委託を受けた民間事業者が、8月上旬、測量調査のために入村しています。これによって、前月7月に航空機から行った測量調査と合わせて、将来的にも精緻な現地の状況把握が進んだことになりました。北大東島の大東村に、こうした動きがある理由ですが、航空自衛隊が装備する移動式警戒管制レーダー設備を持つ部隊を新たにこの島に配備、展開するための事前準備なのです。最大の理由は南西諸島の防空体制強化ということです。空自は日本全国に固定施設であるレーダーサイトを28カ所設置しています。そこでは日本の領空に無許可で侵入してくる不審な機体がないかを常時監視していて、ここからの情報を4カ所の防空司令所に集約して適切な対応をとっているのです。各々の防空司令所では集められた情報をもとに地域ごとに置かれている待機中の戦闘機部隊に対してスクランブル発進を行うか否かの指示を出します。つまり日本の領空を
24時間間体制で警備する体制を敷いているのです。といっても、このような監視体制の用となるレーダーサイトは精密機械ですから、何か不測の事態が起こる可能性もあります。思いがけないトラブル、悪天候による障害、最悪の場合、敵からの攻撃を受けて破壊されることもあり得るでしょう。そうした情報収集任務を完全に果たせない状態に陥ることを避けるため、代替手段を備えておく必要があります。こうした場合、最初に、この役割を担い得る存在というのは、E2C、DIE767 といった固定翼の早期警戒管制機です。これらの機体は、十分に稼働できなくなったレーダーサイトの監視範囲を空から補填する活動に従事することができるそうです。そして、このような航空機でのカバーと並行して、地上でも、その代替品となるものがあります。それが、車両搭載型の3次元レーダーを持つ部隊です。車載型ですから、陸上を、移動可能なレーダー設備と言えましょう。移動すれば、敵に所在地がバレることもないでしょうしね。この陸上移動型レーダーサイトは、3つの要素から成り立っている設備だそうです。巨大な筒状の3次元レーダー J、TPS-102A、航空機の飛行データを処理する装置、それらの装置に、電気を供給する発電機という3つで構成されたシステムなのです。その中で中心になるのは、3次元レーダー J、TPS-102A です。前述の通り、巨大な筒状の3次元レーダー J、TPS-102A は、戦闘機等の機種部にも採用されている、フェーズドアレイ式を採用したもので、本体部分を見ても、どこが動いているのかは、パッと見ではわからないようですが、東西南北、上下左右、全周囲の索敵を行える機能を持っているのです。こういった車両搭載型3次元レーダーは、戦時だけでなく、平時でも活躍しています。それは、固定式のレーダーサイトの定期的維持管理のためのメンテナンス等を行うときのことです。今後は、北大東島に常設でこのシステムを配備しようという計画になっているそうです。言うまでもなく、その最大の理由は中国です。アジア最大の軍事大国が、黄海、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋へと海洋進出を加速させていることは、知らない人はいないでしょう。この中国軍に対する警戒、警備体制の強化と、年々増強される同国の航空戦力に対抗するための情報収集能力向上が目的です。今回車両搭載型3次元レーダー配備先の候補地として、名前が挙げられている北大東島の大東村ですが、この島とは、別に、東京都の小笠原諸島父島も、検討対象にされたことがあるそうです。父島にも将来的には配備されるかもしれませんね。北大東島では航空自衛隊の車両搭載型3次元レーダー配備という状況について政治的には同村議会で全員一致で可決されたので受け入れる方針を固めていると思われますが、場所が沖縄ですからどうしてもマスコミやメディアの批判は根強いようですね。当然といえば当然とも思われます。沖縄メディアの一つ、琉球新報は、前年2021年12月11日付社説として、北大東島の車両搭載型3次元レーダーの配備に反対しています。沖縄本島は、もとより、与那国島、宮古島、そして石垣島などの沖縄の島々が、次々に要塞化されるのではないかという記事で、一部の人からは煽っているとも批判されているようです。
在日アメリカ軍基地の大半が集中する沖縄は、アメリカ車両による交通事故や航空機の墜落事故、少女暴行事件など事件が多いこともよく知られています。なのに、治外法権のごとく、責任を問われることもなく、謝罪もなく、本国へ帰国するアメリカ軍兵士やそれを許す安保条約とは、一体何なのかと心ある人は考えるでしょう。古くは、太平洋戦争時に、凄惨な地上戦闘が行われたことも忘れてはなりません。こうした歴史を経た沖縄に対して、多くの本土住民は同情を寄せているはずですが、残念なことに、日本を取り巻く安全保障の環境は、今まで以上に悪化しつつあります。2022年8月初旬、中国軍が、台湾周囲の6カ所の空海域で、大規模な軍事演習を強行しました。その中で発射された、中距離弾道弾5発が、波照間島周辺の日本の排他的経済水域に落下したことは、ニュースで報道されましたね。中国の行動はエスカレートしていると感じられます。しょっちゅう問題になるのが、尖閣諸島です。この周辺海域へ、中国海峡局の艦艇が侵入するのは、もはや常態化しているようです。報道されても、またか、と感じる方も多いのではないでしょうか。尖閣諸島単体で考えた場合、中国が、この島に上陸して占拠する合理性は、かなり低いと考えられるのですが、台湾とセットで考えれば別です。雪がけの打賃という言葉がありますが、ついでに取ってしまいと考える可能性もないとは言えないでしょう。大国がそんなことをするはずがないだろうという希望的観測は、ロシアのウクライナ侵攻で打ち砕かれましたね。中国が威嚇を続けているように、本当に台湾を武力による侵攻にまで及ぶのかと考えた場合、中国側の被害を鑑みれば、得策とは言えないでしょう。むしろ威嚇を強めることで、台湾の一般人が自主的に中国に屈するように持っていきたいというのが狙いとみられます。このやり方は、ロシアがウクライナ侵攻で行っているやり方と同様で、東部ドンバス地方を含め、2014年、平成26年に強制的に併合したクリミア半島のように、占領地域で、表向きは、住民投票によって、ロシアへの編入を選択したと見せかけるものです。前述の沖縄琉球新報社説のように、沖縄本島のマスコミや一部団体は、在日アメリカ軍や自衛隊基地が沖縄にあるからこそ、戦争に巻き込まれるという論理を展開します。しかし、現在のロシアや中国を見ると、たわごとに過ぎないという意見があります。ロシアは、ウクライナ戦争で経済制裁を続ける日本に対し、北海道の半分は自分たちのものだと言いがかりをつけ始めましたし、中国は、沖縄は、かつて自分たちに朝貢していた属国だと見さしているらしいのです。その論理なら、韓国も中国の属国ということになりますよね。そもそも、北大東島南方に位置する無人島の沖大東島は、1956年、昭和31年以降、アメリカ軍の射爆場となっていました。その状態に対しての、大きな異論はこれまで起きておらず、過疎化が進む村の現実として受け入れられてきたということです。そうした歴史的事実がありますが、北大東島への空自車両搭載型3次元レーダー配備について、反対を唱える勢力は、沖縄県すべてで無防備都市宣言を出すべきだという、無責任な声も見受けられるそうです。この無防備都市宣言というのは、正式には無防備地域宣言と言います。
宣言した特定の都市や地域に対する攻撃を行うことは戦時国際法で禁じられているのですが、現実的には機能しないでしょう。残念ながら。そもそも、無防備地域宣言とは、当の都市や地域が属する国家が、他の国家との戦争状態にあることが大前提ですから、戦時国際法のルールによっても、戦時である場合にしか、効力を発揮しないというわけです。そして、赤十字国際委員会コメンタールでは、無防備地域宣言を発行できる主体は、原則その国の政府のみであるとしており、一地方自治体この場合は、大東村や沖縄県は行えないということなのです。個人的には、いいアイディアではないかと感じるのですが、日本政府をはじめ、国家としては、国家そのものが持っている自衛権を、一地方自治体がひっくり返すような体制ではありません。したがって、無防備地域宣言という戦時にのみ、限定的に成立する概念は、他国からの武力侵攻の歯止めにはならないということですね。皆さんは、海上自衛隊が誇る、US-2 救難飛行艇をご存知だろうか。アメリカ海軍ですらその性能に、興味を示しており、実際視察を行っているほどなのだ。そんな US-2 救難飛行艇が、海上自衛隊に、8機目の納入を果たした。今回は、そんな US-2 救難飛行艇について、詳しく解説していこうと思う。2022年5月24日、新明和工業より、通算で8機目にあたる US-2 救難飛行艇が海上自衛隊へと引き渡され、岩国基地に配備されることとなった。今後は、日本において、海難救助活動に従事し、多くの命を救うことが期待されている。US-2 救難飛行艇の諸元について掘り下げていくと、乗員11名、全長 33.25 メートル、全幅 33.15 メートル、全高 10.06 メートルの大きさを誇るものだ。これは、世界でも、最大規模の飛行艇と称されており、最大時速およそ 580km、巡航時でおよそ 470km、航続距離も 4700km に達する。この US-2 救難飛行艇の最大の特徴といえるのが、圧倒的な短距離着水を可能としている点だ。離水距離が 280m で、着水距離が 330m。着水可能な波の高さも3メートルと、世界の飛行艇に全く引けを取らない最高の性能を有している。世界9カ国にて採用されている、カナダのボンバルディア社製の GL415 飛行艇は、離水距離が808メートルで、着水距離が665メートル、着水可能な波の高さが 1.8 メートルとなっており、その差は顕著に現れている。このような高性能な US-2 救難飛行艇だが、残念ながら、海外での採用例はない。というのも、US-2 救難飛行艇は、生産数が少なく、1機あたりのコストが120億円を超えているのだ。故に、世界の国々も、容易に購入を決断することは、できないでいる。その中でも、特に購入が有力視されていたインドだが、やはり、ロシア製の B-200 飛行艇の方が、1機あたり75億円で安価と言える。
性能は大幅に劣るものの、コスト面で B200 飛行艇に軍配が上がってしまうのだ。加えて、インドはもともとロシアとつながりがあることからも、単純な金額面だけではなく、購入後のアフターフォローなども充実していると考えられる。だからこそ、いかに日本の US-2 級難飛行艇が高性能といえど、ロシアの方が優位性が高いというわけだ。しかしながら、現状ロシアの生産性の低下は著しく現れている。それは言うまでもなく、ウクライナ有事による西側諸国からの経済制裁が起因となっており、B200 飛行艇も例に漏れず、そのような問題の発生は否めない。とはいえ、インドは西側諸国のようにロシアに対して経済制裁を行っていないことや、行き先を失ったロシア産の原油を購入する等独自の路線を選択していることから、二国間の関係は悪化してはいないと思われ、今後も価格面などで合意が取られれば、変わらず取引が行われるだろう。話を US-2 救難飛行艇に戻すと、その外観のデザインや救難飛行艇としてのコンセプトなどは、全モデルである US-1 飛行艇を踏襲している。この US-1 飛行艇も、同様に、明和工業が手掛けた機体であり、1976年から2017年まで運用された。だが、この US-1 飛行艇も、オリジナルの開発とは言い難い。US-1 飛行艇は、海上自衛隊が1970年に採用した PS-1 という対潜哨戒用に、新明和工業が製造した飛行艇がベースになっているのだ。その当時脅威となっていた旧ソ連の潜水艦への対抗策として、US-1 飛行艇は、機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対潜用ソーナーを使用する形式であった。しかし、その方式はすぐに陳腐化してしまい、当時、世界の対潜哨戒の分野において、トップを走るアメリカ海軍の手法が標準となっていったのだ。アメリカ海軍の手法というのが、機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法であり、これは1968年に初飛行させたロッキード社の P-3C 対潜哨戒機において実用化を果たしている。だからこそ、海上自衛隊は US-1 飛行艇の調達を23機で取りやめ、1981年にアメリカ海軍に倣って、ロッキード社製のP-3C 対潜哨戒機を導入することとなった。ちなみに、同機は、川崎重工業者がライセンス生産を行うなど、100機以上が調達されており、その後、海上自衛隊では、川崎重工業者製の国産の P-1 哨戒機を、2013年に正式採用している。しかしながら、2020年度末においても、P-3C 対潜哨戒機44機の保有を継続しており、残りこれらを海外の国々に対して払い下げる計画も浮上しているとのこと。また、P-3C 対潜哨戒機に代替されることとなった川崎重工業社製の P-1 哨戒機は、70機前後を調達すると考えられており、2020年度末時点で29機が運用されていた。この調達数は、四方を広い海に囲まれている日本ならではと言えるだろう。これにより、日本政府は、P-1 哨戒機を海外に売り込む道を模索していたが、有力視された国々の大半は、アメリカのボーイング社製の P-8 哨戒機を採用している。武器輸出の規制緩和を受けた日本としては、どうにか販路の開拓を行いたい様子だが、やはり海外輸出の壁は高いようだ。PS-1 対潜哨戒飛行艇から US-1 飛行艇と続く中で開発された US-2 救難飛行艇。
この製造元である新明和工業は、太平洋戦争までこれらにつながる飛行艇の開発、製造を行ってきた。新明和工業は、前身である川西航空機において培われた技術やノウハウを継承しており、実際、川西航空機は、錦太艇の通称でよく知られている錦大型飛行艇を、当時の大日本帝国海軍に納入している。太平洋戦争期、世界屈指の性能と評された錦大型飛行艇は、川西航空機の菊原静雄技師を中心に開発された機体であり、1942年に日本帝国海軍がこの機体に目をつけ、正式に採用するに至った。この菊原静雄技師が開発したのは、錦大型飛行艇だけではなく、局地戦闘機として名高い市電及び市電海を開発し、日本の航空機製造に多大な貢献をした設計技師だ。錦大型飛行艇は、第一次世界大戦後の世界の軍縮の流れから開発されるに至ったもので、アメリカ海軍を最大の仮想敵とする大日本帝国海軍が、水上戦闘艦の建造をこの間の軍縮条約等で規制されたことが発端となっている。この頃の大日本帝国海軍の構想としては、水上戦闘艦の代わりに航空機による攻撃によってアメリカ海軍と対峙するというもの。そのことから、長大な航続距離を持つ陸上攻撃機によって、それらを射程距離外から叩く戦術の実現を考えた。つまり、もともとは、型の陸上攻撃機の開発が求められたのだが、第一次世界大戦の結果、日本の委任統治領とされた元ドイツ領だったミクロネシア島の島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難を極めたのだ。だからこそ、飛行場を利用せず、海上から飛び立てる大型の飛行艇の開発を掲げ、川西航空機は、この機体に応える形で97式飛行艇を送り出し、1936年に大日本帝国海軍に正式採用されている。国内で初めて量産された97式飛行艇は、4発の機関部を備えた大型の飛行艇であり、これをベースに、さらなる大型化を図った機体の開発が1938年から着手。その結果1940年12月に完成を果たし、1942年に採用が決まったのが、錦大型飛行艇というわけだ。錦大型飛行艇の初舷は、全長 28.13 メートル、全幅 38.00 メートル、全高 9.156 メートルの規模となっており、最大で時速およそ 470km の速さを誇り、航続距離は約 8200km にも達している。また、兵装として、最大2トンまでの爆弾と航空魚雷2本を搭載可能だったとのことだ。